思い出したんだけど、なんかさ、団長さ、多分3期生の中で一番浮かれてるわ。なんでかっていうと、2日目でそのヨーロッパ、まあ、どこに行ったかはまだ秘密なんだけど、そのヨーロッパの、まあ、I love 東京みたいなさあの日本で言う I love 東京みたいな海外の人がね着そう、あの観光客が着そうな服あるじゃないですか。あれをパーカーを着て、で耳当てもそのあの国のさ、お国柄の耳当て買って、であのぬいぐるみ持ってめっちゃ楽しんでたかも。あの1日目で買って2日目に来たの。でもあのね、その耳当てさ、団長見かけた時、あこれ運命だと思った。めっちゃ可愛くてさ、団長一目惚れして買ったんだけど、なんかペコラッチョが、あノエルそれ買うんだみたいな反応してたの。え、なになに、ペコラッチ欲しいのこれ、え、ペコラッチもソロッチすんのか、ニヤニヤって思ってたんだけど、あの後から知ったんだけど、そうペコラッチョと、そうペコラッチョのマネちゃんがいる時に聞いたんだけど、なんか子供用らしくて、その耳当てがその耳当てが子供用で、でペコラッチョもなんかその耳当てを初日になんか違うお店で見てたらしくて、でマネちゃんがそれ子供用ですよって言って、あ確かにみたいな、まあ、子供用ならいっかみたいなそういうのであの買わなかった経緯があるらしく、え、なんか恥ずかしいな、え子供用だ、え、でも全然あれだよ、大人でも入ったよ、うんただめっちゃなんか確かに子供っぽいやつだった。楽しかったですよ。うん、あとあれだった、そう帰りのあの飛行機の時にペコラッチョと隣同士だったの。その時にさ、飲み物を聞かれたわけよ。団長は手元にさ、ペットボトルの水があったから、あ、ノーノーノーみたいな感じ言ってたの。ノーノーノー、さすがにそこではお酒飲んでないよ、ノーノーノー。で、ペコラッチョがウォーターって言ってたの。ウォーターみたいな感じあの普段みたいな感じでウォーターって言ってたら、コーラが来てで、コーラが来て、あ、やばい、あれペコラウォーターって言ったのにコーラ届いてるやんって、団長寝ぼけながらこう見てて、でもね、指摘するんかなって思ったら飲み始めて、普通にえ、あん時何を考えてたのか団長逆に聞きたいんだけどさ、聞くの忘れちゃったんだけど、なんか靴脱いで座禅組んで手を腕組みして、あのなんかね、真剣な顔してね、コーラ飲んでたのあれ、どうしたの、映画とか見てたのかな、わかんないんだけど、なんかね、団長寝ぼけてたから、もしかしたらちょっと姿勢か違ったかもしれないけど、なんかチラッて横見たら、なんかコーラをコップに入れてね、そのほんと腕組みして、でなんか足も座禅組んで、うん、みたいな感じでそう、ウォーターとコーラってさ、あれか、似てるんかね、そう似てるから聞き間違えたんだと思うんだけど、でもそのね、あの聞き間違えられたコーラを美味しく飲んでました。でその後、あのペコラッチョさ、無限にコーラ飲んでて、なんでと思ったら、なんか本人がなんかさっきあの飛行機でウォーターって言ったらコーラ来て、あの仕方なく飲んだけどそれでハマっちゃったペコみたいな感じであの無限にコーラ飲んでんの、え、ミルクしか飲んでなかったのにペコラッチョって、ちょっとびっくりしちゃった。そう、